7月27日チーム E 夜公演終わりました。今回の2分半映像は、私の卒業発表になっております。見ていただくとどんな卒業発表になっているのか分かっていただけると思うんですけれども、本当に今、後悔しています。いやもうとても卒業っていうものは本当に重く深く大きなことなんだなと感じさせられています。辛すぎてもう言葉が出ないので見てください、どうぞ。松井玲奈です。今日はこの場をお借りして皆さんにお伝えしたいことがあります。私は SKE48 を6年間頑張ってきました。そして今年の総選挙では5位という素晴らしい順位を皆さんからいただくことができました。最近では後輩メンバーもたくさん育ってきていて、私自身も一人での仕事が徐々に充実してきています。なのでこの6年間を振り返って、私にもうやり残したことはないなと感じています。次のステップに進むために、私は卒業することを決意しました。ゲッティ派ですね。